僕は、下っ端悪魔っすよ。ただの雑魚っす。ほら、見るからに弱そうな見た目してるじゃないっすか。え？そんなことない？いや、待つっす！カフェテリアのパンは絶品だったっすね。美味しかったっす。クロワッサンなんか焼きたてで一段と美味しかったね。並んでる僕たちの目の前で焼き上がったっすからね。あれは輝いて見えたっす。ところで、いつも思うことなんすけど、この学校どうして焼きそばパンがないんすかね。マリアンヌさん、焼きそばパン好きなの？何言ってんすか、リリちゃん。好き嫌いの話じゃないっすよ。学校のお昼の定番といえば焼きそばパンしかないじゃないっすか。うん、そうなの？チャイムと共に教室を飛び出し、勾配で繰り広げられる押し合いへし合いの大戦争。そしてその秘宝を手に入れられるのは一握りの生徒だけ。敗者たちは絶望のまま激安コッペパンの山に手を伸ばすしかない。それが王道たる青春の姿ってものっす。うん、漫画とかでありがちだね。私はカフェテリアのコッペパンも好きだよ。マーガリンとかジャムとか挟んであるやつ。あれもいいっすよね。何が挟んであるかは開けてからのお楽しみ。お刺身が挟んであった時はさすがに絶句したっすけど。ある意味当たりだね。あ、確率といえば今週末数学のテストだね。すっかり忘れてたっす。思い出したくなかったっすよ。ごめん。いや、リリちゃんは悪くないっす。数学苦手な僕が悪いんで。そっか、数学私も苦手。勉強にもなかなか身が入らなくて。ねえ、マリアンヌさんがよければ二人で勉強会とかどうかな。勉強会？リリちゃんと一緒ならはかどりそうっす。そして勉強会といえば、勉強に飽きてみんなでゲームをするところまでがお約束。もうダメだよ。ちゃんと勉強しないと私が怒っちゃうんだから。そうっすね。ゲームは次の機会にするっす。本気で勉強しないとやばいし。図書室で勉強しよっか。あそこなら集中できるよね。それじゃあ放課後に集合っすかね。二人で数学やっつけるっすよ。リリちゃんのノートびっしり埋まってる。この板書とか先生の話とか全部書いたらこうなっちゃうの。じゃないっすよ。むしろすごいっす。これだけ授業もちゃんと聞いてるならテストも心配ないんじゃないっすか。それがね、ノート書くだけで精一杯で全然頭に入ってなくて。いやいや、
ノート取ってるだけ偉いっす。マリアムさんはちゃんとノート取ってるの？見て驚くっす。これはノートっすよ。スケッチブック？ノートっす、授業用の。その漫画しか書かれてないように見えるな。違うんす、悪いのは僕ではなくて、授業中にばかり降りてくる漫画の神様が悪いっす。そうなんだ。まあその見ての通り僕はおバカっすけど、リリちゃんも程よくポンコツみたいで安心したっす。これでリリちゃんが勉強できるようなら僕の心が砕け散ってたところなんで。ないっすよ。むしろポンコツ属性は受けがいいっす。よくわからないけど、一人より二人の考えを合わせて勉強した方がきっとはかどるよね。脳内キャパシティの範囲で頑張るっす。うん、一緒に頑張ろう。まさか、あそこまで勉強に集中できるとは。お手洗い間に合ってよかったっす。もうすっかり暗くなっちゃったっすね。早く戻ってリリちゃんと帰る支度しないと。あ、そこの教室、空き教室っすよね。誰かいるんすか？いいんすかね。誰かいるんすか？あんまり遅いと先生に怒られるっすよ。暗くてよく見えないっす。やっぱり気のせい。うにゃー、リリちゃん、聞いてほしいっす。さっき向こうで。あれ、リリちゃんどこっすか？一人にしないでほしいっす。なに、マリアンヌさん。リリちゃん、よかった、いてくれて。その。机の下に？廊下からすごい声がしたから。何かあったの？あ、そうっす。さっき空き教室から物音が聞こえて覗き込んだらすごいものを見てしまったっす。それもしかしてチャールズの七不思議ってやつじゃん。新聞部の記録に残っている伝説っすね。そういえばこの図書室にもあったっすね。誰もいないはずの貸し出しカウンターに。やだ、そんなの聞きたくない。おい、あんたら。出たっす。なんだよ、失礼だな。そんなに驚くようなことか？どなたっすか？お化け。
うえーじゃないって。いいから落ち着け。あと私はお化けじゃない、たまき花火だ、覚えろ。あもしかしてさっきの、その反応ということはあんたさっき見てたやつだよな。見てたって。何を？もしかしてさっきの教室？ああやっぱりか。だから教室なんかでやりたくなかったんだ。いいか、さっき見たもの誰にもチクるなよ。さもなければ分かってるよな。はい、分かったっす。よし、それでいい。もしかしてそのエッチなこととかしてたのかな。ん？なんだあんたら、数学の勉強してたのか。そうだけど、二人とも苦手でなかなかはかどらなくて。そういうことなら私が教えてやろうか。え？いいんすか。まあな、数学は苦手じゃない、金を数えるのに使うからな。それに何もなしに口止めってのもなんだし、うん、さっきの約束を守れるなら教えてやってもいいぞ。あ、もちろんよろしくお願いします。なんという幸運、これはラッキーな七不思議に出会えたっすね。七不思議？夜な夜な開かれる謎の賭場。言うなっつったろ、バレたら定額食らうんだっつの。あー、ごめんなさいっす。あ、エッチなことじゃなかったんだね。お腹が空いたら人間を食べる、悪魔としては普通のことじゃないっすか。なんだか最近どんどん成長してる気がするっす。いやいや、お腹のお肉がついた的な意味ではなくて。うわ、なんすか。太ってないっす。胸が大きくなったりもしてないっす。人間を食べ過ぎたりなんかしてないっすよ。